はい、こんばんは、明けです。元気にお過ごしでしょうか。今日はですね、2019年の4月の5日金曜日です。はい、1週間お疲れ様でした。ですね、今日は、論文を紹介していきたいと思います。一応このチャンネルはですね、Vlog、ブログ、ビデオログのつもりで撮ってるので、なるべくこう日常生活とかはですね、アップしていきたいなとは思ってるんですけど、まあ今日は論文を紹介します。はい、であとですね、何でしたっけ、質より量より更新頻度っていうことで、なるべくこう編集にはですね、手間暇をかけずに、コストかけずに編集して、で、ポンポン動画をアップできたらいいなと思ってます。はい、実際できるかまた別問題ですけどね、そういう方向でいきたいと思います。あとこうサクッと短時間で見られるような動画にしていきたいなっていうふうに、思ってますね。はい、そんな感じで今日はですね、論文を紹介したいと思います。で、これはですね、ネイチャーに、掲載された論文になります。今日ちょっと暇だったんでネイチャー読んでたんですよ。そしたら面白い論文見つけました。しかもですね、昨日掲載された、発表された論文なんですよね。はい、で、どういう論文かと言いますとですね、猫ですね、猫はですね、どうも自分の名前を分かっているみたいです。はい、僕はですね、実家で猫飼ってるんですよ。三毛猫をですね、飼ってまして、で、まあ僕以外のね、家族が呼ぶと、ちゃんとね、にゃーってね、もう鳴き声で返事するんですけどね、僕が呼ぶと、尻尾を上げて下ろすみたいな、そういう適当な返事になるんですよね。ちょっと冷たいんですよ。まあ、可愛いやつなんですけどね、冷たいんですよ、僕に対して。もうちょっと僕は悲しいです。はい、で、まあ、そういうわけで、名前呼んだら返事するんで、まあ多分自分の名前分かってるんだろうなっていうふうには思ってました。けど、ちゃんとこう、論文で、ね、こう発表してくれたので、すごく僕は嬉しい気持ちです。猫を飼われていない方に対して、についてはですね、全く興味のない話だとは思います。はい、で、まあ、どういう実験方法かといいますとですね、基本的にはですね、飼い猫、家の猫であったり、あと猫カフェの猫に対してですね、一般的な名刺、まあ、その猫の名前と長さが似てたりアクセントが似てる名刺4つを言って、その後にその子の名前を言ってあげるっていうような、方法になり、実験方法になります。あとその4つの名刺を他の猫の名前に変えて、他の猫の名前4つ言った後に、名前を呼んであげるっていう、そういう、実験もあります。一部あります。はい、実験結果をですね、早速お見せしたいと思います。はい、それがこちらです。はい、これはですね、一般的なこう名刺と名前を呼んだ時に、どういう反応を示したかっていうデータになります。で、 ABCD ってありますよね。で、それぞれどういう実験かっていうのをご紹介します。で、まず A についてはですね、まあ飼い猫、家の猫に16匹ですね、一般的な名刺を4つ言います。その後に、その子の名前を呼んであげるっていう、そういう実験になります。で、 B については、家の猫24匹で、あと猫カフェ10匹に対して他の猫の名前を呼んで、4つ呼んで、その後その子の名前を呼んであげるっていう実験になります。で、 C は、家の猫20匹で、飼い猫カフェが9匹で、その子たちに、まあ名刺、実験 A と同じで名刺を4つ言って、その後その子の名前を呼んであげるっていう、そういう、実験が C ですね。で、 D に対してはですね、家の猫33匹で、馴染みのない人、馴染みのない人がですね、4つの名刺を言って、その後に、その子の名前を呼んであげるっていう、そういう実験になりますね。はい、で、それぞれどういう反応を示したかっていうのが、このデータになります。それぞれの実験で呼びかけに対して反応しているっていうのが分かりますね、これから。で、多いのは、まあ、耳を動かしたり、頭を動かすっていう反応ですね、まあ、声に出したり尻尾を動かすとか、ディスプレイスメント、退去移動とかですかね、方向転換とかですかね、そういうのは少ないですねっていうのが、こちらの実験結果ですね。
はい、次がですね、こちらになります。はい、これはですね、それぞれ反応の強さ、大きさをですね表した、グラフになります。で、黒い棒グラフが家でね飼っている猫になりますね。で、白い棒グラフが猫カフェの猫の反応になります。で、ABCD についてはさっきと一緒ですね。で、このアスタリスクはですね、P バリュー、P 値がですね 0.05 以下の未満のですね有意な差を、示すものになりますね。はい。で、ですね、まあ A から見ていきますと、まずこれはですね、家の猫に、4つの名詞を言って、でその後に自分の名前を、呼んであげるっていうやつなんですけども、まあ1回目2回目3回目4回目って感じでどんどん反応は、鈍くなっていきますよね。で、最後にその子の名前を呼んであげるとガンってこう反応してますよね。はい、ですのでどうも名前が分かっているんじゃないかっていうことが推測されますね。あと B についてはですね、猫カフェの猫とあと家の猫ですねについて、他の猫の名前を4つ挙げて言って、その後に、自分の名前を呼んであげるっていう、そういう結果なんですけれども、これについてはですね、家の猫については最後自分の名前を呼んであげると反応してますよね。なんですけど、猫カフェの猫については反応しなかったんですね。飼い猫については他の猫の名前を呼んでも自分の名前で反応する。でも猫カフェの猫は他の猫の名前を呼んでも自分の名前を呼ばれても反応が薄いっていう区別できないっていう、そういう、結果になります。はい。で、次 C はですね、家猫と猫カフェの猫で名刺を4つ言ってあげて、最後に自分の名前を呼んであげるっていうことなんですけども、こちらについてはですね、まあ区別がついたっていう、話になりました。で、最後 D は、馴染みのない人が家の猫に対して4つの名刺と、最後自分の名前を、ね、呼んであげるっていう、ことなんですけれども、こちらについても、自分の名前を呼ばれると反応が大きくなって、区別ができていたんじゃなかろうかという、そういう、結果になります。はい、どうですか、面白いですよね自分の名前分かるんだっていうのがこのグラフたちから見えてきますね。はい、という感じで、まあ、結論はですね、まあ、一般的な家庭の猫、飼い猫についてはですね、自分の名前を区別できる、可能性が高いですね。で、それはですね、飼い主であっても別人、まあ、別の馴染みのない人であっても、言えると思います。で、自分の名前に反応してますよね。はい。で、猫カフェについては、まあ名刺、4つの名刺と自分の名前については区別ができたんですけれども、他の猫の名前と自分の猫の名前については区別ができなかった、ことが、この実験で示されました。で、これはですね、社会環境がですね影響してるんじゃないかっていうふうにこの論文の中で述べてましたね。まあ、いろんな人に呼ばれるんでね、イントネーションが変わったり他の猫の名前と区別がつきづらくなったり、するんじゃないかっていうような、感じで書いてますね。という感じでですね、今日は猫の、論文を紹介してみました。個人的にはですね、もっと猫の研究盛んになってほしいなっていうふうに思います。はい。で、詳しく知りたい方はですね、下に論文を貼っておきますので、よければ読んでみてください。という感じで今日は終わりたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。じゃあのー。